ジョン・マイケル・ギボンズは、アメリカ合衆国モンタナ州カスケード郡グレートフォールズ出身の元プロ野球選手、監督、右投右打ち。1980年の MLB ドラフト1巡目で、ニューヨークメッツから指名を受け、プロ入り。1984年にメジャーデビュー。1986年には、初本塁打を放つなど、順調に見えたが、メジャーでの出場はこのシーズンが最後となった。1988年にロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。1989年にはテキサス・レンジャーズへ、1990年にはフィラデルフィア・フィリーズへと移籍を繰り返したが、AAA級にとどまり、メジャーの舞台に戻ることなくこの年限りで現役を引退した。1991年からはメッツに戻り、4年間マイナーでコーチなどの経験を積んだ。1995年にアバラチアンリーグのルーキー級、キングスポートメッツで監督に就任。初年度からいきなり優勝に導く。1996年からの2年間は、A 級セントルーシーメッツの監督を務め、1996年は優勝に導くなど監督としての才能を発揮。1998年は AA 級、ビンガムトン、メッツの監督に就任。1999年からは AAA 級ノーフォークタイズの監督を3年間務めた。2002年からはメッツを離れ、トロントブルージェイズのブルペン捕手に転身した。シーズン途中の6月からはバック・マルティネス監督解任により一塁コーチに就任する。2004年8月、カルロス・トスカ監督が成績不振により解任され、監督代行として残りのシーズンの指揮を取った。2005年からは正式に監督に就任した。2006年シーズン、激戦区のアメリカンリーグの東地区で2位に導いた手腕が評価された。オフに2008年まで契約延長されるなどギボンズに対する周囲の評価は高かった。2008年6月に契約最終年ながら途中で解任されてしまう。2009年からの3年間はカンザスシティロイヤルズでベンチコーチ、2012年はサンディエゴパドレス傘下の AA 級サンアントニオミッションズで監督を務めた。2012年11月20日にトロントブルージェイズの監督に5シーズンぶりに復帰することが明らかになった。2016年5月15日に起きたレンジャーズ戦での乱闘で17日にMLB から3試合の出場停止処分が課せられたことが発表された。2017年8月13日のピッツバーグパイレーツ戦で監督通算700勝を達成した。2018年9月26日に同シーズンをもって監督を退任することが報じられた。監督としての手腕が高い一方で非常に体調が多い。瞬間、湯沸かし期の異名があるほどである。また選手とのトラブルも多く、シェイ・ヒレンブランドがギボンズを公然と批判して、シーズン途中でサンフランシスコジャイアンツへ放出されている。テッド・リリーとは、投手交代のタイミングで、マウンド上で口論。ベンチ裏でも口論をはじめ、選手全員が仲裁をしに、ベンチ裏に消えダッグアウトに誰もいなくなるという異常事態に発展した。試合後は、両者ともに謝罪したが、リリーは、シーズン終了後、FA でシカゴカブスへ移籍した。また起用法で不満を漏らしたベンジー・モリーナもシーズン終了後にジャイアンツへ移籍している。その一方で、典型的な鬼軍曹タイプと思いきや、普段は選手たちとジョークを言い合って、大声でよく笑うナイスガイであるという証言もある。2006年途中まで、ブルージェイズでプレーしていたエリック・ヒンスキーは、彼は、男の中の男と絶賛し、メッツのマイナー時代からの中である2006年当時、ブルージェイズ GM だった JP リッチャーディは、彼の下でプレーできないならどこでもプレーできないジョンが怒るのはもっともな時だけだとまで言っている。ありがとうございます。